はい、今日はエアコン掃除します。これ汚ねえんだ、これ。あ、汚ねえんだ、これ。エアコン掃除しますね。はい、やっと。ほら、まずは養生します。もうね、ここのソファーとか、はい、カーテンとかずらしました。やっと。ほら、はい、バラしましたよ。あ、もうフィルターも汚ねえわ。はい、この辺もね、汚いんですけど、やっぱここだね、汚っ。ほら。ねえ、奥さん。これの、この中の、この中を通って風が出てんですよ。これが赤ちゃん、子供に、自分に、食べ物についつくも。うん。そうしよう。はい。外したよー。ほら、外した。コネクタとかいっぱい、これ。この辺いっぱい外したわ。もうね、結構汚い。やったろうじゃん、ほら。結構汚いよ。もうフィンの軽くこの辺、軽いほこりはね、こう取ってやりましょう。ここ傷んでるけど、いや、ちょっとここ中拭いたんですけどね。さあ、こっから誰。ほら、ビフォー撮ってねえけど、すげえかったぜ、これ。もう丸洗いですよ。丸洗い。ねえ、ちょっとこの辺まだ汚いか。外でやろうと思ったんですけどね、外ね、いちいちこう、アスファルトで傷つくから、もう、このように。こんな感じで。これね、これ弱い。全然弱い。結局しない。はい、こんな感じですよ。はい、ピクターもね、全部水洗い。うん、はい。どんどんやるぜ、どんどん。ドレンパン。ちょっと拭いたけど、もう、いや、洗う。はい、洗う。はい、よ、全部。大体バラして洗いましたよ。洗いました。そんでこれ、どういうこの適当な養生でね、結構拭いたんですけどね、やっぱどうしてもせっかくなんで、もうちょっとこれやります。100均の圧縮のでやります。受け皿、バケツやります。ファイト。大体いいっしょ。大体ね、大体いいんですよ、これなんで。大体毎回いつも同じメンバーと再会。へい。どうや、この汚れ、ほら。きっとね。し、ちょっとカート君がね、これ、ちょっと事件があったんですけどね。なんかこれ、爪折れた、これ。爪どこだったかな、折れたんですよ、これ。それでね、爪が折れたんですよ。どうだっけ、なんかこう折れたんで直します。ここですね、これ。こうなってた、逆だ。こうなってたの。これをしっかり修正します。はい。今中指はなしで、はい。これまずね、タイヤとボンドで固定して、この後、プラリペアでガッツリしますんで、お待ちを。ほら、だいぶ組んだよ。だいぶ組んで、ちゃんとね、この、ちゃんとここ、コネクタ接続、これ重要。はい。はい、あとこんな。よっしゃ、だいぶ組んだよ。だいぶ組んで、あともう簡単なやつだけですね。よし。あ、なっちよ、なちよ、頑張れ。はいはい、頑張れ。はい、はい、ここです。バッチリ固まってますね、これね。バッチリ固まってると。ほら奥さん、とりあえずもういいっしょ、これ。ほら奥さんね、はい、あと、あ、もうこれと、あれつけて、あいちょ、あれ、バッチリですね、これね。あ、奥さん。バイバイ。
バッチリです、奥さん。グーグーグー。はい、つまみです。あとハイボールです。はい、今日早めに乾杯。あ、来い来いぜ、次の仕事。はい、穴の開いた障子直します。チェック、これです。簡単、貼るだけ。 A4 サイズ、やるぜ。 OK、 ほらほら、まあまあいいっしょ。なんとですね、ちゃんとシールになってたからね、ゴミの切れた破片をゴミから拾ってなんとか取り付けました。はい、取り付けます。 OK。 うん、最初よりいい、最初よりいいっしょ。入るみたいな感じになってるけどいい。 OK。 あ、ここも巻いてる、あ、ここも巻いてるな。よし、はい、指導してね1時間ちょい経ちますけどね、設定の26なんですけど、すっごい涼しいです。いやー素晴らしい、よくやった、よくやった俺。これはね、いい、涼しい。はい、街を涼しい、快適ですね。快適快適、はい、快適快適か快適ですね飛び出る飛び出る飛び出る。いやー、いい酒飲めますね。あ、ちょっと鼻くそついてますね、失礼。あとはひげ剃って、よし、 OK、 グッ。